こんばんは。かつては女優として活躍し、郷ひろみさんと結婚、離婚した時には大きく注目を集めた二谷友里恵さん、二谷秀明さんと白川由美さん夫婦の娘としてもよく知られています。今回はそんな二谷友里恵さんについて紹介していきたいと思います。また現在話題になっている長渕剛さんの性加害との関係についても合わせてご紹介いたします。1964年11月16日生まれ、東京都出身の二谷友里恵さんは俳優二谷秀明さんと女優白川由美さんの間に生まれたサラブレッドです。名俳優の両親に大事に育てられ、慶応幼稚舎に合格した二谷友里恵さんはエスカレーター式に内部進学して慶応女子高校に通っていました。高校3年生の時に父親の二谷秀明さんと共に資生堂エクボデオドラントの CM に出演が決まり、親子共演での芸能界デビュー。1983年慶応義塾大学在学中にテレビドラマ青が散るで主演を務めるなど女優として活躍し、両親の素晴らしい演技力を受け継いだ期待の星として注目されます。しかし慶応義塾大学文学部国文学専攻を卒業した1987年、歌手の郷ひろみさんと結婚し話題を集めました。大女優になる未来も期待されていましたが、潔く芸能界を退いてからは実業家としての活動を開始します。1988年、自身のファッションブランドユリエニタニを立ち上げ、デザイナー実業家として活動を開始。同ブランドはバッグ、小物のアジオカ、ハンカチの株式会社ブルーミングをはじめ、靴やジュエリーを扱っています。そのためファッション小物全般をさまざまな企業とライセンス契約し、ブランド展開の規模を拡大していきました。結婚と同時に女優業を引退した二谷友里恵さんでしたが、1998年には郷ひろみさんと離婚し、2年後の2000年にはトライグルーヴの創業者平田修さんと再婚しました。その5年後の2005年には株式会社トライグループの代表取締役社長に就任します。ここからは二谷友里恵さんと郷ひろみさんの関係についてご紹介します。二谷友里恵さんの最初の結婚相手はアーティストの郷ひろみさん。二人の出会いは1985年9月のことだったそうです。六本木のディスコで合コンしていた郷ひろみさんがたまたま来店した二谷友里恵さんに一目惚れして猛アタック。とてもドラマチックな出会いですね。最近はめったに目にすることはありませんが、昔は多かった芸能人の結婚披露宴のテレビ中継、郷ひろみさんと二谷友里恵さんの結婚披露宴ももちろんテレビ中継されています。その視聴率はなんと 47.6% と、国民のほぼ半分がお二人の結婚披露宴を見ていたとのエピソードもあります。この視聴率はこれまでにテレビ中継された結婚披露宴の中でも最高の数字だったそうです。そして結婚後アメリカで新婚生活を送ります。しかしなかなかうまくいかなかったようで帰国します。帰国後も芸能生活がうまくいかず、夫婦仲が崩れ始めます。子供について見ていきましょう。二谷友里恵さんと郷ひろみさんの間には二人の娘さんがいることが分かっています。娘さんはお二人とも二谷友里恵さんと同じ慶応義塾幼稚舎に入学されています。長女由紀子さんは1982年2月生まれの現在34歳で日本テレビに勤務しています。次女和歌子さんは1992年3月生まれの現在32歳でテレビ朝日に勤務しています。親が芸能人でテレビ局勤務なので女子アナかと思いきや二人ともそうではないようです。由紀子さんは事務系総合職での入社と言われています。他方和歌子さんが人事異動で優遇されるポジションに移った際、それを報じようとした週刊誌が郷ひろみさんの事務所から圧力をかけられたという噂もあるようです。離婚しても娘の身を案じるところに郷ひろみさんの愛情を感じます。実際かなり子煩悩な
父親だったという郷ひろみさん、由紀子さんが小学校の頃、運動会のかけっこで順位を上げたいと願えば、一緒に朝6時からランニングに付き合ったそうです。しかも約1ヶ月、さらにフォームや加速のタイミングについてもアドバイスを送ったそうです。また若子さんに対しても、仕事が忙しい中、お気に入りの本をテープに録音して読み聞かせをしていたとのこと。そんな愛する子供を設けたものの、郷ひろみさんの浮気が原因で2人は離婚することとなります。もともと女癖が悪いと言われていた郷ひろみさん、郷ひろみさんの浮気が離婚理由のため、親権は二谷ゆりえさんにあるようで、2人の娘さんは二谷の姓を名乗っているそうです。また父である郷ひろみさんは娘を溺愛していましたが、なかなか2人の娘に会うことが叶わなかったと言われています。郷ひろみさんが娘に会うことができたのは2012年1月10日に、二谷ゆりえさんの父である二谷秀明さんのお通夜の席で12年ぶりに会ったと報じられています。そして二谷ゆりえさんと2000年に再婚した平田治さん、二人の出会いは知人の紹介だったそうです。そんな平田治さんも、元夫の郷ひろみさんに負けず劣らずのすごい経歴の持ち主です。富山大学在学中に教育サークルを立ち上げ、これが家庭教師のトライの前身になります。1987年1月に富山大学トライを創業し、これが大学生の教育サークルとしてマスメディアで取り上げられ話題となるのでした。1990年4月トライグループ創業、2005年にトライグループの社長を二谷ゆりえさんに譲り、自らは会長に就任しました。そんな二人の間に子供はいません。株式会社トライグループの社長をしている二谷ゆりえさん、株式会社トライグループは家庭教師のトライで有名な教育サービスの会社です。街で看板を見かけたり、アルプスの少女ハイジの面白い CM を一度は見たことがあるのではないでしょうか。さらに2008年にはマイジムジャパンの代表取締役社長に就任し、世界30カ国に展開する企業の日本代表として活躍。2010年2月には不登校の児童をサポートする通信制高校トライ式高等学院の学院長に就任し、通信制高校のサポート校として活動しています。さらに2022年4月1日付で楽天モバイル元社長山田義久氏が二谷ゆりえさんと共に共同代表として就任することになりました。二谷ゆりえさんは女優から一転、現在は誰もが知る大企業の社長となっていたのには驚きです。二谷ゆりえさんは株式会社トライグループの社長として様々な実績を残しています。家庭教師のトライで有名なアルプスの少女ハイジとトライを掛け合わせた人気 CM 制作にも携わっており、本シリーズ CM のクリエイティブディレクターたちから本当のクリエイティブディレクターと呼ばれるほど CM にかける思いの強さがうかがえます。二谷ゆりえさんの思いが込められたトライの CM は CM 好感度ランキングにてたびたびトップ10入りを果たし、2012年の日テレ CM 大賞では日テレ CM 賞を受賞しました。また家庭教師のトライは家庭教師在籍数全国1位、個別教室のトライは個別直営教室数全国1位を記録。家庭教師や個別教室といえばトライというイメージを世間に浸透させました。二谷ゆりえさんが率いる同社は公式ホームページによると、社員335人、スタッフ1424人を擁し、プロスポーツや医学部合格に特化した家庭教師も展開するなど業績が拡大し、 CM には AKB48 が起用されています。2021年10月11日 A 投資会社 CVC キャピタルパートナーズが家庭教師派遣の家庭教師のトライ運営のトライグループ東京を1000億円ほどで買収を検討していると報じられました。すると1ヶ月後の2021年11月に
CVC キャピタルパートナーズが買収のために SPC 特別目的会社を設立。創業者の平田治会長らからトライ株を全株取得したそうです。二谷ゆりえさんは16年間も社長を務め、家庭教師のトライを受験勉強からプログラミング分野まで拡大させてきました。また CM 効果なのか10年以上前から知名度や話題性が上がっており、実業家としての手腕が光る経歴を持っています。現在は株式上場を目指しており、今後も注目されるでしょう。次に長渕剛さんとの関係についてです。二谷ゆりえさん一家と長渕剛さんとは家族ぐるみの付き合いをしていました。しかし恋愛関係にはならなかったと長渕さんは話しています。二谷ゆりえさんと長渕さんの関係は良好であり、彼女の幸せを願っていると言われています。長渕剛さんは二谷ゆりえさんの父三谷秀明にすごく好かれていたそうで、三谷秀明さんの葬儀では長渕剛さんが弔辞を読み上げています。このような家族ぐるみの付き合いが始まったきっかけは、1984年に放送されたドラマ家族ゲーム2での二谷ゆりえさんと長渕剛さんとの共演です。ちなみに1983年のドラマ家族ゲームでも三谷ゆりえさんの母白川由美さんと長渕剛さんが共演していました。三谷家にとって長渕さんは息子のような存在になっていました。2012年1月7日三谷秀明さんが肺炎のために亡くなった時には、17分間感謝の思いを込めて弔辞を読みました。祭壇前に立った長渕さんは遺影を見上げると、お父さんと声を振り絞って呼びかけ、弔辞を読み始めました。訃報を聞いて二谷さん宅に駆けつけた長渕さんは、二谷さんからかけられた優しい言葉を思い起こしたといいます。まだ20代の僕が二谷邸に招かれて、お父さん僕に何て言ったか覚えてますか、君が長渕くんか、面白い芝居するね、嬉しかったです。その後三谷さんから、お腹が空いたらいつでも家に来ていいよと言ってもらったため、何度もご飯を食べに行ったといいます。その上で優しいお父さんが、これから先はずっと自身の心の中に宿り続けるからという理由で、僕は今日は泣きませんと宣言、唇を噛みしめました。そして若輩者の僕に、たくさん愛をありがとうと謝意を述べ、お父さん歌を歌うよ、ギターを持ち自身の曲12色のクレパスを披露しました。あなたがそばにいるだけでと天国のお父さんに向かって歌い、参列者の涙を誘いました。弔辞は歌を含めて約17分間に及び、 BGM では長渕のヒット曲トンボが流れました。三谷ゆりえさんが20歳、長渕さんが18歳の頃に出会い、以来長年にわたって親交を深めてきたお二人ですが、現在長渕剛さんの性加害が暴露される中で、女性の N の存在も明かされ、家族ぐるみの中であった二谷ゆりえさんも N であることから、二谷ゆりえさんも被害者なのではないかといった噂が広がっています。結論から言いますと、二谷ゆりえさんが長渕剛さんに被害を受けたということはまずありえないでしょう。長渕剛さんからの性加害を暴露した若林志保さんは、女性の N の特徴として逮捕歴があることを述べています。二谷ゆりえさんにはもちろん逮捕歴はありませんし、また若林志保さんとは年代も離れており、代表作天まで届け放送時には二谷ゆりえさんは芸能界を引退されています。若林志保さんと二谷ゆりえさんのお二人に接点があったとは思えません。しかし長渕剛さんの性加害について二谷ゆりえさんが知っていた可能性はあり得ると思われます。二谷ゆりえさんは郷ひろみさんとの結婚と同時に芸能界を引退され、1998年に離婚されていますが、当時の離婚理由として長渕剛さんとのダブル不倫がささやかれたことがありました。その際、取材陣はすでに芸能界を引退している二谷さんを
直接取材していますが、意味深な一言を放ったといいます。確かに未だに仲良くさせていただいていますが、恋愛関係はありえません。女性スキャンダルに関してはあの人には気をつけてほしいと思っています。心配しています。すでに長渕さんは志保美悦子さんと結婚されていましたが、1995年には国生さゆりさんとの熱愛が、2015年にはモデルの冨永愛さんとの熱愛が報じられるなど、奔放な女性関係で知られていました。しかし長い付き合いの二谷さんが長渕さんの不倫程度に心配しているというものかと疑問視するジャーナリストも少なくないようです。二谷ゆりえさんは父親が二谷秀明さんということもあって、引退後も渡り哲也さんなどを筆頭に数多くの俳優仲間との親交がありました。長渕剛さんの蛮行の噂が耳に入っていても何ら不思議ではありません。そう声をしかめるのは日活専門の芸能ライター。現在の騒動も間違いなく二谷さんに届いていると思われますが、弟のような存在の長渕さんの長年心配してきた女性スキャンダルにどのような心境なのでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。